おはようございます。ハッピーなつみです。今日は私たちのモーニングルーティーンを紹介します。朝はまず赤ちゃんを起こさないようにそーっと出ていきます。茶湯を飲むのが習慣です。お湯を注いだらだいたいレモンをぎゅっと絞って飲みます。ちょっと絞り方が豪快すぎるんですが、まあ細かいことは気にしません。産後は少し冷えに困りました。体が冷えやすくなっていたので、よく生姜をすりおろして飲むっていうのもやっていました。この場合はもう適当に生姜をすりおろして、先ほどのレモンを絞った茶湯に入れたり、レモンを入れなかったりという感じで飲んでいました。これが私のおすすめのお茶です。まずルイボスティー、そしてユキの、3年熟成番茶というほうじ茶です。これは体がポカポカになります。赤ちゃんがまだ寝てくれていたらチャンスです。この時間に会社のその日のスケジュールをチェックしたり、英語の勉強をしたりしています。ちなみにこの頃は毎日英語のコーチの先生に教わっていたので勉強をしていたんですが、最近はサボっています。マレーシアと日本は1時間しか時差がないんですが、朝はとても暗いのがマレーシアの特徴です。この頃もだいたい8時ぐらいにならないと外が明るくならないという習慣でした。私は日本と仕事をしているので、基本的には日本時間で日常から過ごしています。バスタイムです。夜にもお風呂に入るんですが、この頃はすごく汗をかくことが多かったので、赤ちゃんも水浴びだけは朝させるようにしていました。赤ちゃんをタオルで包んだ後に自分だけ先に着替えて、その後にゆっくりと赤ちゃんの体を拭いたり、髪を乾かしたりということをしています。この頃はまだ4ヶ月だったので、授乳の頻度が 2,3 時間おきでした。このモーニングルーティーンではカットしてしまっているんですが、合間合間に授乳をするというのがこの時の生活スタイルです。赤ちゃんのお風呂上がり、お着替えが終わったら、今度は自分の髪の毛を乾かしていきます。ヘアブラシはいつもアベダのものを使っています。ヘアオイルはゆずオイル 100%、 匂いがきつすぎると酔ってしまうので、このような自然派のものを大体使っています。そして忘れていました、大事なこと、赤ちゃんの耳掃除です。赤ちゃんの耳は汚れやすいので、1日から2日に1回は必ず耳掃除をしています。そして洗濯、マレーシアの洗濯機はとてもパワフルで、お洋服がボロボロになることも多いです。さあ、お化粧タイムです。私はとてもシンプルなスキンケアです。水で顔を洗った後は拭き取り化粧水をします。最近使っているのは SK2 の、拭き取りのローションです。そして化粧水は使ってません。みんなにびっくりされちゃうんですが、これもワセリンです。化粧しながら赤ちゃんと時々遊んでみたり、鏡を見るとものすごくご機嫌になって笑ってくれるので、この時はよく抱っこして鏡の前で一緒に遊んだりしていました。はい、これが私が使っているひげ焼け止めのローションです。実はファンデーションは使っていなくて、この下地1本だけを日々使っています。薄付きなんですが、とても透明感が出て、肌にツヤが出るのでお気に入りです。で、年齢を重ねるほど濃いファンデーションなどをすると厚化粧に見えてしまうので、もう私はこれ1本だけという風なのが自分のスタイルになっています。そして次はアイブロウです。実は私はこのパウダーでアイブロウ、アイライン、全てを行っています。なのでものすごくミニマリストっていうような感じです。ちなみにこれはズイっ
というブランドの、バラの花びらでできた、パウダーになっています。ちょっと文字が消えて見えないんですが、とてもお気に入りです。ちなみにパウダー一つで仕上げるんですが、ブラシはいくつか使っています。アイブロウを仕上げるとき、眉尻は細めのブラシを使って、眉頭の方は太めのブラシを使ってという形で使い分けています。次はアイラインです。ここでもブラシを変えて細めのものを使用しています。私の場合はアイライン、目尻の方を少しだけ長めに引いてます。チークはエレガンスのを使っています。練りチークでとてもしっとりした質感です。頬骨の高い部分にトントンと塗るようにして、ナチュラルにツヤが出るような感じです。そしてこの同じ色のものを、目元にもいつもつけています。リップはオペラのティントを使っています。色は何個か持っていて、その日の気分によって使い分けています。お散歩に出かけます。朝のお散歩はだいたい習慣で、赤ちゃんのご機嫌が良くなるのでしょっちゅう出かけます。さあ、そして戻ってきました。手に持っているのは人参ジュースです。近くにあるインディアンレストランでノンシュガーのジュースを買いました。大好きなドラゴンフルーツです。この色がすごく可愛くって、よく朝は食べます。そして仕事の電話です。東京のチームは朝5時半には起きていて、そこから仕事が始まっています。私の経営する会社では約30店舗で毎日ヨガのインストラクターさんたちがお仕事をしています。今は私は赤ちゃんが小さいので現場には出られないんですが、インストラクターさんたちのフォローという形で裏方でレッスンのチェック、相談役などになっています。お仕事をしながらおやつも食べます。朝ごはんはだいたい果物、そしてジュースで済ませることが多いんですが、お腹が空いたと思ったらこのような素焼きのナッツをよく食べています。油や塩が使われているものだと肌が荒れてしまうので、必ず素焼きの添加物が入っていないものを食べています。見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。今日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。インスタグラムもあります。ハッピーなつむで検索してみてください。